さて、明日は七草がゆの日です。春の七草を生産する豊田市の若手農家が、ある方法で七草の魅力を広く知ってもらおうとしています。その方法とは。無病息災を願って1月7日に食べる七草がゆ。日本の伝統文化の一つとして知られています。愛知県豊田市の山あいにある松平地区は、 県内有数の七草の産地ですここで七草を育てているのが安藤源さん安藤さんは13年前に七草の栽培を始め今では松平地区で生産する七草のおよそ7割を担っていますしかし七草作りにも日本の農業に共通する問題がえと高齢化が進んでおりまして まあ七草の生産量もなかなか伸ばせないっていうところで、えー、苦労していますね。現在松平地区で七草を生産するのは安藤さんを含めわずか6人そのうちの4人が70歳以上の高齢者ですこのままでは先人たちが築き上げた松平の七草というブランドを守れなくなると危惧した安藤さん ある方法で七草を知ってもらおうとしましたその方法とは豊田市の松平地区で春の七草を生産する安藤さん七草の伝統を守ろうと始めたことが サントリー「ラップ」七草の魅力を年齢問わず多くの人に知ってもらいたいと去年若者に人気のラップを安藤さん自ら作詞・作曲しました七草のことをあの知らない人今までまあ食べたこととか気にしたこともない人っていうのもたくさんいると思うんで全然違う。 ジャンルったうう、うん、た人たちに七草のことが伝わいいな草、はい、のこの安藤さんのギャップに私自身も少し驚いているんですけれどもこのインパクトがきっと多くの人の印象に残って巡り巡ってこの松平地区の七草を守ることにつながるんだろうなと思いますさて安藤さんの曲はインターネット上で購入することができるということです。